爪楊枝の先が赤い。これ当たりだよ、スーターン。ほんまま。上浜市長選挙における暴力団介入疑惑の捜査に進展がありました。警察によりますと、任意の事情聴取を受けた暴力団員の一人が、金銭授受を伴う犯行について、ほのめかす供述をしているということです。今、事件があった水名区の警察署と中継がつながっています。あ、なんだい、こんなニュースに興味があるのかい？うん、なんか見てただけ。姉ちゃん、大丈夫かな？気持ちに対する小さな疑い。それは、神浜マギアユニオンとプロミストブラッドの、どちらにも関係なく広がり始めたけど、この時は、争いを止める理由にはならなかった。久兵衛が嘘をつかない以上は、自動浄化システムを手に入れられる可能性は、揺らがないし、プロミストブラッドが、神浜の魔法少女たちに恨みをぶつける以上は、ユニオンの魔法少女たちも、戦いを避けることができないから、そんな状況の中、神浜の市長選で浮かび上がった疑惑が、手伝っていた、三玉さんやカナギさんに、暗い影を落とし始めていた。今思うと、私たち、魔法少女ではない人たちが、彼女たちに深く関わっていることを示す、大きな出来事だったと思う。うん。怖い噂もいるけど、私はあまり気にならない。じゃあ、今度私からみんなに紹介する。二人で何の話をしてるのかな？風の伝道師の噂が、みんなと馴染めるか不安だって。みんなって、本の中にある物語？うん。どうも僕の本の中は想像を超える世界のようだね。でも、みんなで仲良くしてるならよかったね。そうだね。あ、そうだ、トーカちゃん。なに？これ、この間撮った写真だけど、使えそうなら使って。リオさんと比べちゃうと、全然上手に撮れてないけど。ありがとう。でも、SNS での情報発信は始めたばっかりだし、結果は少し先になるよ。お姉様たちが見つけた画像も解析しないとだからね。あ、レオさんのスマホに入ってた黒い画像だよね。そうそう、なんか写ってるみたいなんだよにゃ。その写真についての話をしたいんだけど、八千代お姉さんたちは、まだ上で話をしてるのかな？うん。昨日の話をしてると思う。ずっと反省会なんてしてても、時間の無駄なのにね。マギウスの僕たちが、反省をないがしろにする発言をすると、間違いなく怒りを買うよ。お姉様も今日は家にいないんだっけ？うん。お姉ちゃんは今、カナギさんのところで治療中だよ。早く話したいのににゃ。カナギは本当に、明日には動けるのか？そのためにイロハが治療を続けているわ。気持ちに選ばれなくても、魔女とは戦える。そのギミックに気づかれたら、さすがに時間がないからな。ええ。魔女を攻撃して、逃げるように仕向けると思うわ。私が二手に分かれるって決めていなければ。プロミストブラッドが車両基地にいたのはみんな想定外だった。気に病むな。それより魔女を逃がされる前に先手を打つようにしないと。あれ？それってプロミストブラッドも魔女を見失いませんか？そうなんだけど、見つけるのは簡単なんだよ。二つ木にある株分けのミラーズは移動してないはずでしょ？だから、一度電車で二次に戻って、神浜へのショートカットを使うと、移動した神浜側の出口を見つけられると思うんだよね。あ、そっか。逆から入ればいいんですね。
でもこちらも万全とは言えない。カナギの回復を待ちたいわ。それにレナとフェリシアも一日様子を見ておきたいわ。レナさんはやっぱり。桃子から連絡が来たわ。怒ってていつも通りに見えるけど心の中はぐちゃぐちゃだろうって。友達が敵ですしね。そうね。行ってきまーす。あ、夕飯までにはちゃんと帰ってきなさいよ。待ってるって。フェリシアも緊張感がないし元気そうに見えるけどな。ああやって友達と遊ばないと気晴らしもできないんだよ。実際ギリギリだと思うわ。とりあえず明日に動くなら情報を得られるのは今だけ。私たちも地下鉄周りの件をもう一度だけ調べてみましょう。どうですか？うむ、随分と体が動かしやすくなった。もう少し続けます。大きく動かすと痛そうですし。迷惑をかける。いえ、むしろ無理をさせてるのは私たちの方ですから、うん、玉木君も何か悩んでそうだな。心を読んだわけではないぞ。なんとなくそう思っただけだ。でも当たってます。カナギさんや八千代さんたちとグループを引っ張り始めて、今も自動浄化システムを世界に広げるつもりですけど、なんだかもう少し根っこにあるものを見失ってて。カナギさんはどういう考え方でリーダーをしてるんですか？それは難しいな。心構えみたいなものか。はい。そうだな。ふむ。幸せがあれば共に喜び、不幸があれば共に悲しむ。魔法少女はその宿命の上に平等。故に互いを支え合う。それがユニオンの中での自分だ。じゃあ、この争いの中での目的は何ですか？それこそ、君と同じはず。自動浄化システムを広げることだ。なんだか、それって矛盾しませんか？みんな平等なはずなのに、救われたいはずなのに、誰かの思いをくじいて苦しめなくちゃいけないなんて。己の心構えを貫いて仲間を犠牲にはできないだろう。おおよそ我々は自分を貫くための最大公約数を出すしかない。理想だけでなく現実を見ろ。そういうことだ。ですよね。しっくりきてないか？いえ、わかるんですけど、はい、しっくり来なくて。やはり玉木くんは頑固だな。自分の心構えを崩したくてもできなくて悩んでいる。愚かだな。ごめんなさい。だが嫌いではない。え？いつか玉木くんに言ったな、その愚かさが美徳だと。はい。自分は本当にそう思っている。理屈では理解できず、バカかとなじりたくもなる。が、その純粋がゆえの愚かさに魅力を感じてしまう。それは、普通の理解を超えた真の答えがあるからだと思う。真の答え？まるで何かわからんが、一つ言えることがあるなら、すべてを救うという無謀な平等さを貫こうとしている人がいて、いささか安心してるのかもしれん。合理的に考える自分の方が差別的に感じてしまうぐらいに。難しいですね。すまない、混乱させてしまったな。とりあえず君はそのまま純粋でいてくれ。神浜における東西の格差問題については以前から議論されるところですが、今回の選挙戦の影響は生活する市民にとっても大きな影響を与えるものになりそうです。フェリシアちゃん、もうすぐ着くって連絡来たよ。
遅れるならちゃんと連絡しろよな。それよりフェリシアのやつさ、あちしらと遊んでていいのかな。あちしも過去もユニオンに入ってないけど、フェリシアは三日月層だからめちゃくちゃ中心じゃん。どうなんだろう。方針を決めたりしてるのは八千代さんだと思うし、フェリシアちゃんは戦力だけど深くは関わってないのかも。あいつ頭悪いもんね。そう、適材適所だからだと思うよ。何それ、どういう意味。フェリシアちゃんは戦う方が向いてるってことかな。ただ今のフェリシアちゃんはそれどころじゃないと思うけど。またフェリシアが言ってた父ちゃんと母ちゃんの話。あんなの夢の話だって言ってるのに。でも元気に振る舞ってるけど目に見えて疲れてきてるよ。それはそうだけどさ。フェリシアちゃん、ねえ、過去さ、なんか知ってるの？え？三月フェリシアは両親を失っている。彼女自身の過ちによってね。知らない、知らないよ。夢なのにそんな心配するなんて絶対におかしい。じゃあ、あやめちゃんは心配じゃないの？あちしだって心配ぐらいしてるよ。あちし捨て子でツツジの家で育ったから、父ちゃんと母ちゃんってわからないけど、院長先生だって思ったらすっごい悲しいし。でも心配したってさ、あちしら何もできないじゃん。きっと癒せるのはフェリシアちゃんの両親だけ。他に代わりなんてどこにもいないもんね。両親。そっか。じゃあ話を聞きに行こう。どういう意味？誰に聞くの？おーい、あやめ、カッコー、フェリシア。お、なんだよ急にでっけ声なんて出してさ。また決闘でもするか？違うよ。今日はさ、幽霊を探そう。まだ夜まで時間あるぞ。バカじゃねえの？なに？あちしは心配してんのに。んだよ、意味わかんねえよ。いいから水徳寺に行こう。最近お化けが出るらしいから。確かに商店街の子が話してるのは聞いたけど、水徳寺のお化けは全く関係ないんじゃないかな。こっちの方、お墓に行ってみよう。なんかバチ当たりな気がする。いいのかな。つうか水徳寺って聞いたことあるって思ったけど。おいおい、なんかいると思ったら三日月荘の魔法少女じゃねえか。やっぱときめのとこじゃん。こそこそと、なんだい、敵情視察でも来たのかい。違うぞ、俺たちはな、お化けを探しに来たんだぞ。こんな日が高いうちに？そりゃあお化けじゃなくておバカだな。あちしらバカじゃないし、だって聞いたんだから。お昼にお化けを見たって。それに私とあやめちゃんはユニオンには入ってないので、特に敵情視察とかでは。一人いたら同じだって。ただこの時間のお化けね。まどっちにしろ日を改めた方がいいだろうな。ときめの話は聞いてないか？ネオマギウスを倒したけど、結構仲間もやられたって。そういうこと。だから今は客人を相手してる暇がねえんだ。話は聞いた！チョル！人生で言ってみたいセリフの一つが言えた！なんだそれ。リョウコちゃん、三人とも通して大丈夫だよ。ん？そりゃあつまり二人はもう大丈夫ってことか。うん、容体が安定してきたから平気だって。ま、それなら構わねえか。今入ってもらった方が話も早そうだからな。そういうこと。早い？
じゃあ、スナオとチカはもう大丈夫なのね。寺に住まう亡者に尋ねた限りだと、死から遠ざかったようであります。よかった。黄泉へ行かずに済むのね。カンナギである以上、肉体の損傷は心配無用であります。魔力こそ消耗するものの、必ず回復するはずでありますから。そうなんだけど、やっぱり心配になるじゃない。それは同意するでありますが。マジでお化けがいるぞ。ほらほら、あちしが言った通りでしょ。少し静かにして。スナオちゃんとチカちゃんが起きちゃうよ。ごめんなさい。でも本当にお化けがいるなんて思わなくて。やっぱりこのことか。思った通りだ。どうしたでありますか。本当、来客だと思ったら急に騒ぎ出して、なんかお化けを探しにうちの寺まで来たんだとよ。あちし聞いたんだよ、水と口に出るお化けの話。それで通したのね。確かに今なら話が早いわね。朝日の固有魔法だから。え、じゃああれってあいつが出してるってこと。あいつ、まあそうであります。お化けなんて出して何してたんだよ。いくつかの使い道があるのでありますが、今回の場合は四季についての確認であります。四季、算数の計算式ではなく死ぬ時期の話であります。重症の砂尾殿と地下殿が生と死のどちらに近い状況なのか、それを確認していたのであります。あいつら大丈夫なのか。大丈夫そうだから3人を通したんだよ。聞いたところもう平気だって。じきに回復するそうよ。ならよかったぞ。ねえ、あやめちゃん。お化けがいるのは分かったけど、それでどうするの？フェリシアの親のお化けを教えてもらうとか？あの、できたとしても、フェリシアちゃんの前だと。まずいかな。でも、もう聞いちゃった方が早いかもしれない。ダメだよ。フェリシアちゃんを傷つけるかもしれないし、絶対にダメだからね。カナギさんは、明日にも改めて動くつもりでございます。相手が株分けのミラーズを移動させるかもしれない。その事情は私も聞いてますし、急ぐ理由としては十分です。それに、この間の戦いで、東側の不信を招いたでございます。みんなの心が離れないうちに、結果を出さないとだよね。特に、マギウスの翼に所属していた羽の子たちは、神浜出身だと、東の子がほとんどでした。それだけ救いを渇望してるんだよ。はい。そうですね。この混沌とした状況にあっても、私たちにできるのは、ミラーズの探索だけでございますか。あとは先日の作戦のように魔女を倒す要因となることです。向こうに私たちの目的がバレてしまった以上、探索だけと捉えた方がいいかもしれませんが。ただあの16階層以降の地図がアリナから出てこない以上は探索も難しいですね。もう地図を待たずに潜った方がいいと思うんですけど。ええ、夢に頼るばかりではいけませんからね。よく寝られるでございます。カリンちゃんは何を描いてるでございますか。漫画なの。これはアリナ先輩にとって大切なものになるはずなの。そうでございますか。あ、いけない、トウカから。あ、はい。お勉強の時間なのに遅刻なんていい度胸だ。
すみません、いろいろと打ち合わせをしてて。ようやく次のフロアへの入り口を見つけた。さあ、本当のアリナはどこにいるわけ？じゃあまた次までに勉強しておいてね。バイバイ。はい、ありがとうございました。思ったより早く終わったでございますね。今日はこの間出された課題の答え合わせだけですから。私もやっと終わったの。あら、アリナにとっての大切な漫画ですか？そうなの、ぜひ見てほしいの。これはアリナ・グレイ改心計画、力作でございます。どういう話なんですか？この話はアリナ先輩に伝えたマジカルキリンの中に出てくる大切な言葉を表したものなの。入院中に読んだマジカルキリンは絶対に忘れちゃいけないの。特に怪盗少女のはずなのに地球を滅ぼそうとする研究者に愛情をあげた一言はアリナ先輩のためにあるの。今のアリナ先輩の心は美しく満たされてるはずなの。だけどアリナ先輩は自分勝手で全く変わった様子なんてなくて、監獄ではみんなが戦ってるのに無視して逃げちゃったの。もうあんなことはさせない。アリナ先輩には自分が優しくなれば世界は美しくなるんだってことを知ってもらわなくちゃいけないの。だから私の書いた漫画のアリナ先輩は上浜監獄で逃げちゃったことを後悔して、その時の罪滅ぼしのために今みたいに果てなしのミラーズに入っていくの。そしてみんなが倒せなかった鏡の魔女を倒して、神浜のみんなが感謝してくれて、それでようやくアリナ先輩も気づくの。自分が優しくなれば周りも変わって世界が美しく見えるようになる。それこそアリナ先輩が求めていた美なんだって。これがアリナグレー改心計画なの。確かにそうなれば嬉しいのでございますが。壮大だけどまるで叶う未来が見えないよねえ。そんなことないの、次こそは分かってくれるの。これです。え、何がでございますか？オッケー、これで一応セブンティーンフロアは分かった。早く次のフロアに案内してよね。もしあなたがアリナならためらう必要なんてないわけ。次はこのミラー、少し深くなっていく感じ自分に近づけそうだよね。確かに魔力が近くなったけど、ストレンジ、何かがおかしいわけ。これはアリナだと思ってたけど、この魔力反応はアリナじゃないんですけど。じゃあ今まで追ってたのは誰なわけ？アリナ。起きた瞬間からノイジーすぎるんですけど、何なわけ？アリナの手でミラーズを壊しちゃいましょう。パードン？あ、トキメ一族にも一応断った方がいいですね。結局アリナさんは来なかったでございますね。果てなしのミラーズが関係しているとは言っても、
ときめ一族に断りを入れるのはこちらの都合ですから。美冬さんが言ってたミラーズを壊すっていうのはあくまでこの間見つけたターミナルのことですよね。はい、うまくいけば各グループのショートカットを一気に消せると思います。ただときめ側でも被害が出る恐れがありますので説明をしておきたかったんです。同盟を崩したとは言っても友好的な関係でございます。うん、敵に回さないためには必要かもしれないね。やっちゃんたちからも合意はもらえました。事情は分かったわ。私は近所の出身だから結界が消えても構わねえけど、本家や他の奴らはさすがに困るんじゃねえか。頻繁に戻るわけじゃないし不便にはなるけど構わないわ。私はお母さんにも話したらきっと分かってくれると思う。もしも残せるのなら残ってると嬉しいけど。それも含めての確認ってことね。はい、そうです。私たち分家は異論ありません。戦いが終わるまで故郷を離れる覚悟はできていましたし、元は日本各地からの寄せ集めです。今も結界は使ってません。あとは素直ちゃんたちにも話を聞いてみないとかな。話は聞こえていました。大丈夫ですよ、チャル、静香。私のことも気にしないでそのまま話を進めていいですから。二人とも大丈夫だって。そんなあっさり？本当に大丈夫ですか？他のグループとは事情が違うもん。魔法少女の話って家族や集落の人も知ってるからね。学校の方は大変だけど親が理解してくれてるから大丈夫。チャルが言う通り周りの理解は十分に得られるし、結界同士でつながっているのもときめの本家だけだから、天秤にかければ何が先決かは明白よ。そうですか、ありがとうございます。じゃあこれで終わりかな。今日は美月さんも来たし、ユニオンのお客様が多いわね。フェリシアさんも遊びに来てたんですね。ええ、お墓に幽霊を探しにね。どういうことでしょうか。なんだかすみません、ご迷惑を。いいのよ別に。あとすみません、別件でイロハさんから頼まれたことがありまして、差し支えなければ限られた方とお話ができれば。わかったわ。みんな少しだけ席を外してくれるかしら。それで玉木さんからは何かことづてのようなものかしら。質問ですね。気持ちが所有者の体を奪おうとした話は聞いてますか。ええ、ときめ一族の皆様は特に変わったことはないですか。気持ちに関することが少々気な臭くなってきたので。そりゃああんたこっちを揺さぶってんのかい。あ、いえそんなつもりは、様子を伺いたかっただけです。こっちは何もないよね。ええ、気持ちに関しては特にね。それに久兵衛様は決して嘘をおっしゃる方ではないわ。わかりました、それさえ聞ければよかったです。では話はこれで以上ですので失礼しますね。玉木さんはどうしてときめにあんな質問したんでしょうか。優しすぎるというか心配だったみたいですよ。久兵衛への信頼が崩れて最も苦しむのは彼女たちだから。あそこまで敬愛している人は珍しいでございますからね。待って。何でしょう。私からも質問させて。あなたはどんな悪人であっても善人になれると思う？禅問答みたいなそういうやつでしょうか。普通にあなたの感想、それで構わないわ。感想、直感になるんですけど、私は悪人が善人になるのはとても難しいと思います。どうして？経験上、人は無意識のうちに悪に落ちてしまいますから。
自分が意図せずに？それはどういうものなの？例えば家族でしょうか。私の親は私の気も知らず私を家に縛り付けました。それで言うと私も倒れるまで稽古をさせられたでございます。うちなんて未だに工房の家政婦みたいだからね。みんなを苦しめてるのに気づかないの？改心できないの？悪気がないから改心のしようがないんだよ。それにできたとしても怖いのはこの方ですよ。親が改心したとしても今度はその親の謝罪のせいでふつふつと憎しみが湧いて悪が芽吹く。私それを抑えるのに必死な時があるんです。それに意外といますよ、自分にとって常に悪である存在なんて。そうね。巫女芝、ただいま。おかえりー。カナギの体調は大丈夫そう？はい、もう戦えるぐらいには回復したと思います。神浜監獄によるついでに少し手合わせをしたんですけど、いつも通り動けてるみたいでした。ついでって神浜監獄に用事があったの？はい、地下鉄跡に繋がる扉の確認をお願いされちゃって。確認ってまさか見つけたってこと？ピンポーン、花丸大正解。どうだったお姉様？うん、あったよ。綺麗に偽装してたみたいでね。扉を奥に進むと地下鉄跡だったよ。でもよくわかったね。解析をお願いされてた写真のおかげだよ。これってあの真っ黒な写真？何が写ってるのかわかるようになってます。そうそう、すごいでしょ。これで新ルートが見つかったと断定しても問題はなさそうだね。地下鉄の開発が頓挫した理由も含めて考えれば神浜監獄とつながっているのも納得できるわ。関係あるんだ。開発前の調査がずさんで監獄の地下が見つかったそうよ。今日改めて調べてたらそのあたりの事情が見えてきたわ。それはひどいありさまだね。こういうのを作るときって先にそういう調査をするんだね。ニュースで見たことあるかも。ビルを建てようとしたら昔の街並みの跡が見つかったとか。へえ、そうなんだ。とりあえず監獄からのルートを塞いだって話は嘘だった。私たちの方でこのルートは有効活用させてもらいましょう。盛り上がってるところ悪いけど私も収穫があるんだよ。鶴乃ちゃんも？なんと地下鉄の分岐点のところに換気口があるんだけど、開発時の避難経路として地上に上がれるようになってたんだよ。これは大発見。ふんふん。見つけたルートを工夫すればうまく相手を囲い込めそうね。でしょでしょ。さあ存分に褒めていいよ。お、三冬もときめ一族の合意を取り付けたみたいよ。ミラーズで見つけたターミナルを壊すんだっけ？うん、そうすればミラーズ側からショートカットを消せるって。ん？あれ？違いましたっけ？いえ、三冬のメールにフェリシアのことも書いてあって、水徳寺に寄ってたみたいなのよ。それで、帰りが遅いなって。そういえば、フェリシアさん、まだ帰ってきませんね。うん。そろそろ戻ってきてもいい時間なんだけど、そろそろ竜神館に集まる時間だし、間に合うかな。次はお姉ちゃんにメッセージ？うん、楓ちゃんから。え？ゲームセンターでランカちゃんと遭遇したって。いや、もうそれわざとだよ。うん。
あんなレナたちのことを騙しといて、よく来られたわね。ここでボコボコにされても何の文句も言えないわよ。あんたがここで暴れられないのは分かってるって。どんな顔をするかと思ったけど、ダメージは大きいみてえだな。こんなやり方ひどいよ。レナちゃん友達少ないから、ランカちゃんと友達になれて喜んでたのに。お前の方がさらっとひどくねえか。私はプロミストブラッドで神浜に潜入してたスパイ。最初から友達なんてありえなかったのよ。ただこれは本音だけどさ、敵じゃなかったら友達になれた。実際私だって由来だよ。一緒に遊べて楽しかったし。やめろ。今さら友達ぶられてもこっちは地獄でしかないんだよ。さっさと拠点か二次にでも帰ってくれ。ここはみんなのゲーセンでしょ。遠慮して帰る必要なんてどこにもないじゃん。ジュリ様としては小手先が聞いたやり方は嫌いだからな。別にここで精神的に追い詰めようなんて考えちゃいない。お互いエンターテインメントを楽しんで発散しようぜ。じゃあな。私は初めからレナたちを敵だって割り切って近づいたけど、そっちは覚悟してなかった分ショックだよね。今さら何よ、謝罪でもするつもり？ううん、する気はない。だからこれを機会にさ、ちゃんと私を嫌いなよ。じゃあね。言われなくても、あんたのことなんか大嫌いよ。そう、よかった。待ってよレナちゃん。楓、声はかけなくていいよ。でもレナなりにさ、整理しようとしてるんだよ。知らない、知らない。あんなやつなんてもう、今度会ったら憎たらしい口を塞いでやるんだから。ムカつく気持ちも悲しい気持ちも全部乗せよう。パンチングマシンが壊れちゃってもいい。全力でぶん殴って、友達だったあいつを消してやる。ギャー！あんた何してんのよ。ってパンチングマシン壊れちゃってるじゃない。うるせえ。なあレナ。うわ、すごい音がしたと思ったら、さすがにこの壊れ方はやばい。ちょっとレナちゃん、気持ちはわかるけどさすがにやりすぎだよ。バッカ、レナじゃないわよ。なんでレナじゃなくてあんたが泣き始めるのよ。でもそれでレナちゃんの気持ちが楽になったなら、これ何の連鎖だよ。ってまずい、早く逃げないと。ごめんねレナちゃん、無神経なこと言っちゃって。ううん、レナも感情的にぶっちゃってごめん。はい、これで仲直り。それでフェリシアの方は？もう大丈夫。なんかあったのか？別に何もねえよ。何もない奴はパンチングマシン壊さないって。あれだよ、そう、あやめに勝負で負けてそれで悔しかっただけだぞ。そうかい、オッケー、わかったなあ桃子。ん？今日のやつ、八千代たちには内緒だぞ。恥ずかしいからってことで、そういうことにしておくよ。で、レナと楓も
大丈夫だろ？うん。迷惑かけちゃって、ごめん。私も、ごめんね、ももこちゃん。落ち着いたならいいよ。これから龍神館なのに、あの状態じゃいけないからな。フェリシアちゃんも、ももこさんたちと帰ってきたし、これで全員揃いましたよね。まさか一緒にゲームセンターで遊んでるとは思わなかったわ。遅れるならちゃんと連絡ぐらいしなさい。ちょっとしたうっかりだぞ。ごめん八千代さん、地下鉄アートの方は任せっきりなのに。いいわよ、いろいろと情報が手に入ったから。玉木くんから写真の話は聞いたが、他にも進展があったのか？ええ、私と鶴野の調べで分かったこともあるし、三冬からもミラーズに関する提案をもらってるわ。ふむ、次の動きについてはおおよそ固まってるようだな。ええ、方針は作ってあるわ。あとは皆さんにお伝えして問題がなければという感じです。では早速聞かせてくれないか？お願い、いろはちゃん。はい、とは言っても私は考えてないんですけど。まず、新しく地下鉄跡に入れると分かったのは、この結界から近い換気口と、神浜監獄の地下にある牢獄です。今回はその2カ所と、もともと分かっていた旧車両基地を含めた3カ所から侵入していきます。今のところプロミストブラッドは、株分けのミラーズを移動させるために、結界の中に入っていることが想定されていて、前回、旧車両基地前に戦えるメンバーを展開していた点を踏まえると、今度こそは結界前にいると思われます。それ、前みたいに旧車両基地前に固まってたら、また、カナギちゃんの時と同じで、みんなピンチになるんじゃ。それなら撤退すればいいし、むしろ御の字だよ。そうなの？監獄と換気口から侵入すれば、すぐ結界に近づけるからね。ちなみに、道が塞がっていないのは、私の方で確認しました。うむ。自分も一緒だったが、問題はなかった。そのお墨付きがあるのなら、確かに安心感があるな。うん。そうだね。でも、注意することもあるんだよね。そうなんです。地下で電波が入らないみたいで。それだと神浜監獄の場合は地下だから、それに旧車両基地から潜っても同じでしょうか？うん。みんな地下に入ると連絡が取れないと思う。あらかじめ開始する時間は決める必要がありそうだな。私としては急がず慎重に準備したい。だからもう少し時間に猶予が欲しいんだけど。相手が株分けのミラーズを移動させようとしてるが。ごめん、ひなのさん。私らの都合なんだ。向こうがレナに揺さぶりをかけてきたから、少し落ち着くまでに時間が欲しい。それなら、フェリシアちゃんも同じです。ええ。一言喋ってだんまり。あまりに元気がなさすぎるわ。急いで、歯車が噛み合わなくなると、誰かが窮地に追いやられるし、時間との勝負とはいえ、慎重になった方がいいかもな。あと、フェリシア本人には言うなって言われたんだけど、あいつもゲーセンでめっちゃ泣いてたみたいなんだ。本当ですか？それで、パンチングマシンをあいつがぶっ壊してた。え？正直言いたくないけど、今回はメンバーから外すべきかも。絶対に拗ねるわね。だが、私も同意見だ。ふむ。明日は万全の体制で挑まないと、前回の二の舞を演じることになる。それで今以上に不和が生じるのは、我々にとって好ましくない話だ。ならば、せめて今日着くために、明け方、5時30分に時間を決めて、万全を期するようにしよう。参加するメンバーは、おのおの責任を持て。ええ。抱えている問題があるなら時間までに解決に努めて、メンバーの様子も見ながら、最終的なジャッジをしましょう。ユニオンの関係も、今はセンシティブな状況だからね。私はそれで問題ない。無理そうなら、開始30分前に連絡をくれたらいいぞ。玉木くんは、それで構わないか？
もちろんです。では、明け方の5時30分開始。予定通りこちらに書かれているメンバーで、それぞれ動き出すようにします。あと、同時刻に、美冬さんたちミラーズの調査班も、先日発見したターミナルの破壊に向かいます。こちらは、可能性が未知数ですが、うまくいけばプロミストブラッドが使っている、株分けのミラーズにつながるかもしれないので、他の選抜されていない魔法少女たちも連れて、結界内に入っていく予定です。それでは、明け方に、皆さんよろしくお願いします。今日は泊まっていいよね、師匠。ええ、当然よ。鏡の魔女の様子はどうだ？神浜の子たちが手こずるわけよ。かなり複雑怪奇な結界だわ。気持ちに選ばれていない人たちが探ってくれてるっすけど、まだもうちょっとかかりそうな感じっすね。最深部に接近しているのは間違いないんだけどね。ただユニオンもそろそろ来るっすよね。三月フェリシアにはダメ押しの一発を与えたし、時間稼ぎはしてくれるはずよ。ちなみにこっちも南玲奈に揺さぶりはかけたが、正直何とも言えねえな。珍しい反応ね。なんつうか戦意喪失するタイプじゃねえな。感情がぐちゃぐちゃになって爆発してブチ切れた後で自己嫌悪に陥るタイプだ。そうそう、レナは絶対にめんどくさいよ。私もそうだし。つうか妹はどうなんだ？呼びかけても反応が薄いっすね。そろそろ限界かしら。そんなこと言わないでよ姉様。私もう大丈夫だよ。そうやって強がってまた精神的に責められたら。うわっ！なんでヒカルを攻撃するんすか、青さん。本気じゃないよ。でもほら、恐怖なんて克服しちゃってるでしょ。ってへっ。東西の話は私が思うてたより動きを見せとる。それより心配なんはフェリシアちゃんの方か。さすがにとばっちりやし、えらいかわいそうやな。ふん。甘大きな戦いになる前に挑戦してもらえてよかったんよ。はまままはまま、はまま？何を言ってるのかわからないんよ。練習台みたいにして悪い。そう申しております。結果は変わらないからいいんよ。プロミストブラッドの一員は体力勝負で大変なんよ。はまま、はまままま。お？これは伏せておきましょう。あの、ふまもも？彼女の事情からすると、今のは言うべきではありません。立場から逆算して答える。これも優しさですね。ただ、うららちゃんに有益な情報があるとすればやな。悟りかごめが何をしとるか、話を聞いてみたらええわ。おもろいかもしれへんで。それは有益な情報になるの？プロミストブラッドにはなくてもええ情報やと思うけどな。うえ、なんか聞いててムズムズするような話なんよ。ヒロハ。俺、みんなと一緒にいる資格なんてねえよ。
今は原稿で忙しいから後にするの。次の漫画はマリナ先輩も思わず目を覚ましてパチーンって記憶も復活しちゃうような最高の漫画を目指してるの。あ、でも漫画だけどちょっと普通の漫画とは違ってて、私が考えた計画書みたいな漫画なの。この計画が成功すれば、アリナ先輩は正義の味方にだってなれるし、プラマイゼロぐらいの評価になるの。だから絶対に読んでもらって、その通りに動いてもらおうと思ってるの。確かにみんなから見たアリナ先輩は神浜を滅ぼそうとした悪い人だと思うけど、私から見たアリナ先輩は美に対する追求に歯止めが効かなくなって止まらなくなっちゃってるだけなの。だからちゃんと善悪を思い出させたらきっと素敵なアーティストに戻るはずなの。もしも私が望むとしたら、ぶっきらぼうで何を考えてるか謎で、時々怖いし何言ってるかわからないけど、かっこよくてなんかハッとする言葉をくれるアリナ先輩に戻ってきてほしいの。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。